まず MC 呼ばないとね。そうですね、はい、バトンタッチで、はい、じゃあ萌子さんとバトンタッチでエンジェルスちなみー。はい、こんにちは、東北ゴールデンエンジェルスのちなみです。よろしくお願いします。はい、じゃあちなみさん、ここからよろしくお願いします。よろしくお願いします。すっげえ裏パタパタしてるけど大丈夫ですか、あいつら。大丈夫じゃない、大丈夫じゃない感じですか、はい、はい、さあ、それではお呼びいたしましょう。マスコットステージ、まずは東北楽天ゴールデンイーグルスのマスコット、クラッチくん、クラッチーナちゃん、スイッチくん。早い早い早い。ハリーホーク、まだ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 。いや、なんか似てるけどね。色は一緒だけど、フォルムが全然違う。君じゃない。もうちょっと丸い方が、丸っぽい。間違いようがないだろ、そこ。はい、改めまして、イーグルス、クラッチくんと、クラッチーナちゃんと、スイッチくん。なんかクラチナちゃんめちゃくちゃ後ろバタバタして、大丈夫、カオスだけど大丈夫ですか。押されたの、押されたの。仲良くしてよ、似てるんだから。仲良くやろうね、同じ色で似てるんだから。マスコット交流ステージだからね。さあ、そしてゲスト来ております。もう出ましたけども、福岡ソフトバンクホークスからハリーホーク。してくれましたけども、何持ってるんだ。タオルのアピールがやばいやばい。はい、これあのコラボレーションタオルでございまして、ビジターグッズエリアだから、ライト側か、ライト側のビジターグッズエリアで販売中でございます。東北ロッケンとハリーホークの絵が描いておりますね。ぜひ皆さんゲットしてください。はい、ホークのアピールが熱い熱い。すごいな、あれぐらいやった方がいいんだよ、スイッチ君も。そうまあ、ほんとスイッチ君に話すな、深々と。はい、ハリーホークでございますよ。ではマスコット交流ステージ、はい、今日もね楽しいことをやるんですけども、はい、何をやるかと言いますと、題してチーム対抗風船バドミントン対決。イエーイ、さあ、なんだかよくわかんないけど、ちょっとちなみさん、はい、ルールを皆さんに説明、はい、じゃあ説明します、はい、はい、ルールとても簡単です。ちょっと水飲んでこよう。嘘でしょ。まず2人1組になって、うちわで風船を打ち合い、相手チームの陣地に風船を落とすことができたら1点入ります。先に3点取ったチームが勝ちというゲームです。ちょっとすいません、皆さんで、ね、柳さんも聞いてくれないから誰も聞いてないんですけど、大丈夫これ。あ、クラッチーナちゃん聞いてた、スイッチ聞いてた、カルル大丈夫か。いい、今からさ大切なこと言うよ。あのね、1人何回打ってもいいんだって。はい、何回打っても大丈夫なんだけど、ステージ袖とかステージ下とか自分の陣地に、ね、風船を落としちゃった場合は、あの相手に1点入ります。はい、いいですか。はい、スイッチくんの耳ってここなの、ちゃんと聞いてるかな。ハリホークがちゃんと聞いてくれてますね。はい、偉いね、ハリホーク偉いね、はい、偉い、ありがとう、聞いてくれて。本当に聞いてるか。聞いてるフリ感すごいですけどね。さあ、ルール分かりましたでしょうか。はい、はい、ということで、まあ、これチームを決めていかないといけないんですけれども、そうですね、チーム4はいるので、うん、2-2 に分かれてもらいます。はい、2-2に分かれてもらいますので、うん、グーパーで決めましょう。決めましょう。はい、ハリホークグーパー分かるかな。分かる分かる。あれ、ちなみさん掛け声なんだっけ。え、グッドパーで分かれましょう。出たし、はい、いいですか。グッドパーで分かれましょうで、グーかパーを出してくださいね。はい、グーかパーを出していただきたいと思います。グーかパーだよ。はい、じゃあ4は集まって、はい、みんなに見えるように、見えやすいように、ちなみさんコールお願いします。はい、いきますよ、せーの、グッドパーで分かれましょう。はい、ストップ。ストップ。なんか違う人がいます。さあ、出た。チョキは、チョキない。失格。スイッチ君失格です。じゃんけんだったら負けてるからね、今ね。ちょ、もう一回、グーかパーでお願いします。グーかパーで。全然聞いてねえんだもん、この話。スイッチ君。はい。もう一回やるよ。やるよ。もう一回やるよ。はい、行きますよ。せーの。グッドパーで分かれましょう。はい、ストップ。グーが3人。もうこれ3対1でやるか。スイッチ君かわいそう。入ってこい。じゃあもう一回だけやろう。ちょっとハリー君ごめん、もう一回だけやってくれるか。さっきからハリー君にパー出そうねってさ、ずっと言ってるのに裏切られてるのか。これはじゃあハリー君が悪いんだな。裏切ってたか。もう一回やります。あなたたちちゃんと庭庭で分かれてください、はい、頑張っていくよ。はい、いくよ、せーの、グッドパーで分かれま
くんとクラチーナちゃん、パーチームがスイッチくんと嫌がってるハリーホーク。自分でパー出したのにスイッチくんと組むのも相当嫌だったんですね、これね。はい、ドラマ級の思いになっておりますけれども、さあ、じゃあ早速今日ね、ちょっと風強いから風船の動きは読めないと思うんですけど、じゃあ柳とちなみさん少し後ろに下がりまして、はい、皆さん見えますか、ここがセンターです、はい、ここがセンター、ここから相手の陣地に風船を入れてください。はい、横に行っちゃったり下に落ちちゃったりしたら相手のチームに点数が入ります。はい、じゃあ先行は黄色いトリーズでいいか、イエローバーズでいいか、いいの、じゃんけんとかで決めなくていいの、イエローバーズでいいのか。じゃあサーブはイエローバーズから、どっちやんの、スイッチくんやる、あ、ハリーホーク、これ、あ、お前がやると若干ハリーホークもうやる気ないの、ね、全然乗り気じゃないんだよなちょっとやる気出して頑張れ、頑張れスイッチ、はい、さあ試合開始です、よし頑張れ、レディーゴー、さあみんな応援してあげてね、さあ、おおおさん、さあこれはどうだった、今入ったんじゃない、そうも、あ、外を通ったから向こう、ね、向こう向こう向こう、はい、向こう行こう向こう行こう、はい、これルール、ルールクレーだな、これ結構ハリーくんちょっと参加してよ、もうちょっと、はい、ハリーホークやってくれ、さあ、いいサーブです、いいこれは入ったんじゃないですか、今今1ポイント入りましたね、今、ナイスサーブでした、慰めるハリーホーク、なんでなんで、はい、どっちのチームの鳥なのか、さあ、じゃあこうサーブ権移しましょうか、サーブ権交代しましょうか、はい、さあ、ではサーブ権が移りまして、ハリーホークがなぜかこちらの陣営におります、大丈夫大丈夫、さあ、じゃあ打っていこう、あらら、もうカオス、クラッチ君どうぞ、さあ、ナイスサーブ、打ち返せるか、スイッチ打ち返して、何回取っても OK、ハリーホークが打ち返す、どういうこと、これどうなってるの、ハリーホークはもう完全にそっちのチームに最後入りましたクラッチ君チーム1ポイント、すごい、友達いなくなってるぞ味方が大丈夫か、スイッチ、スイッチ君の心のケアが必要かもしれませんけども、あ、はい、スイッチ君説明ちゃんとしてあげて、はい、ラケット持って、うん、やるよ、ほら、よく見たらスイッチ君のラケットひでえな、これ自分で描いたんだ、あ、コートチェンジですね、なるほど、コートチェンジ、はい、どうぞ、じゃあクラチーナちゃんのサーブ、さあ、これはスイッチ君のミスです、あ、スイッチ君のミスでございます、クラチーナちゃん頑張れ、だってちっちゃいお友達がありがとう、うちのチームずっと殺伐としてんだけど、これなんかもうちょっと楽しいゲームなんだけどな、はい、じゃあハリーホークのサーブかな、うん、さあ頑張ってと、ちびっこの上もあるよ、チームワーク大事だからね、はい、頑張れ頑張れ、うん、クラッチーノちゃんとアイコンタクト取ってる、なんでなんでなんで自爆、あの、生きてるか、自爆した何が起こっているのか、さあハリーホークが、これはちょっとクイックサーブですね、入りました、あ、入った、これはワンポイントです、こうやって慰めるんだよ、ミスするとね、はい、クラッチ君とクラッチーナちゃん仲がいい、仲良し、今何点になってるんでしょうね、いいね、チームワーク完璧だよ、頑張れ頑張れ、はい、大丈夫だよ、え、何、メンバーチェンジしたい、メンバーチェンジしたい、メンバーチェンジとか、メンバーチェンジしたい、そうですけれども今更ないよ、ハリーホークとじゃあクラッチ君チェンジするか、メインマスコットチェンジするか、ハリー、あ、そうね、ハリー、あ、そういうこと、こういうことね、いやだってクラッチ君じゃん、チームともうダメだ、スイッチ君一人で戦うんだ、もうスイッチ君は頑張れ、孤独な鳥で泣いてる、頑張れ頑張れ、そうにね、日頃の行いがさ、ハリーホークが慰めに行ってくれたらいいよ、一緒に戦うよと来てくれたよ、優しいな、はい、結果3対1で再開です、結果3対1で再開、スイッチ君頑張れ、はい、頑張れ、さあこれ時間は、時間はね、スイッチ君への応援が続いております、頑張れスイッチ君、お、上手上手、お、上手上手上手、さあどうなってる、ハリーホークが拾って、うんうん、スイッチ君がヒットここは拾って、頑張れ頑張れ、あ、これはクラッチチームに点入りました、もう投げてきた、なになになに、おー、ちょっと待って、さあお時間これどうなってるんですかね、あ、タイムキープ誰もしてない伝説じゃあ次のプレーを最後にしましょう、次のプレーを最後にしたいと思います、ハリーホーク、スイッチ君、クラッチ君、クラチナ、スイッチ君、これ次は最後のプレーです、はい、正々堂々お願いしますよ、大丈夫か、ハリーホーク戻ってきてくれたじゃん、よかったじゃん、戻ってきてくれたわ、よかったよかった、いいよ、仲良く頑張ろう
大地くんの心が離れてしまった。最後のプレーどうぞ。クラッチキラちゃんがスワーミステイ。さあハリーホークは今クラッチくんに呪いをかけております。ハリーホークちょっとうちは見せてそれ監督の絵が描いたのね裏にはね。すごい。え、ハリーホークが描いたの。すごいね、上手。さあでは試合終了、カオスのまま試合終了ということでございまして、はい、はい、何が何だかよく分かんなかったけど結果発表の方移ってまいりたいと思いますが、はい、今ねお姉さんたちがもう埋まるんですねこれ、うん、じゃあ発表し、これ本当、はい、本当何本当これちょっと一回発表してみますか。じゃあちなみさん、はい、発表お願いします。上に上がってきてください、はいはい、それでは結果発表いきますよ、はい、まずクラッチくん、クラッチのちゃんチームがじゃじゃじゃん2点。拍手。少なあれ、なんかもうちょっと入ってた気がするけど。じゃあ次スイッチくんとハリーくんチームがじゃじゃじゃん3点。ということでイエローバードチームの勝利。これ本物言いが今リクエスト入ってますけども、何何そんなはずはない、そんなリクエストいただいてます、うん、これ入れ替わってない点数とか大丈夫、そういうこと。やった、もうあったよね、やらかした非合法な手段を取ったいや取ってないと。まあじゃあ今日はその言葉を信じましょうかね。じゃあ今日のところはハリーホーク、スイッチくんのイエローバードチームの勝利でーす。なんか納得いかないね、納得いかないね落ち込んでおります。クラッチ&クラッチーナでございます。2人も上手だったけど ね、 そうね。でもちょっと途中でなんかよく分かんなかったからな、はい、もう何がなったかもう分かんなかった、もう誰が正しいのかもよく分かんなかったね、うん、だってチーム入れ替わったりしてたし ね、 そうねさあじゃあ最後はね写真撮影の時間にしましょうか。はい、はい、じゃちょっとこの真ん中の棒を避けていただいてですね、皆さんマスコット写真撮影会したいと思います。前の方も OK です。はい、4話にポーズ撮っていただきますので、シャッターチャンス逃さないでください。みんなよかったらのうちわもファンの皆さんに見せてあげてね。じゃあそこに刺すの、刺せるんだ、あ刺せるんだ、なんか割れたびっくりした割るなよ。スイッチくんか。マントリッチくんだ。はい。なんか独特の世界観。すごいな。監督の似顔絵がこれちょっと。じゃあ4話の皆さん、4話の皆さんまず斜め向いていただきます。うん、写真撮影しましょう。こっち側。8に向かってポーズ撮っていただきたいと思います。シャッターチャンス5秒止まってもらいましょう。せーの、5、4、3、2、1。はい、ありがとう。じゃあスタジアム側、乾杯、はい、キッズステーション側の方向いていただきまして、はい、ハリホーク、それスタジアムすぎる、スタジアムすぎる、はい、もうちょっと皆さん下がりましょう。端っこの方がちょっと見えないや、はい、確かに、なるべくこっち来ていただいて、ちょっと下がって、そうね、斜めの方向かってポーズ、せーの、5、4、3、2、1。はい、終了。はい、じゃあ照明、内輪も皆さん入れてくださいね。はい、はい、シャッターチャンスいきます。ポーズです。5、4、3、2、1。終了。奪い合い顔の奪い合い仲いいのかな。絶対仲良くないです、これは。はい、さあ明日もこちら4話でこのステージで、このカオスなステージをお届けいたしますので、ね、はい、お楽しみに。あ、そうだ、明日クラチーナちゃん、そう、お仕事でいないんだった、ね、はい、ファームの方が行ってんだっけね、うんうん、そうだそうだ、明日は3話でコメントになります。大変なことになりますよ、それは。え、なに、行くな行くな、スイッチが行けばスイッチが行けばいいんだと。確かに平和なゲームになりそう、そうね、この方が。明日も皆さんマスコット交流ステージ楽しみにしていただきたいと思います。ということでこの時間はですね、球団マスコットクラッチくん、クラッチーナちゃん、怒り狂ってるスイッチくん、そしてホークスハリーホークに来ていただきました。ありがとう、ありがとう、またね。じゃあ今日も応援頑張ってね。頑張ろうね、頑張ろう、頑張ろう、いってらっしゃい。
までめちゃくちゃもうめちゃくちゃなんか今までで結構一番そう ね, ねやばいかも、はい、あもうぬるっと萌えが出てきましたけどぬるっと ちなみさん準備あるんじゃないの。あそうだ私はけていいですか。この後エンジェルスダンスパフォーマンスそうだね MC ちなみでした。ありがとうございました。お前たち違うのよお前たちまた出てくるのか。さあこの後はエンジェルスダンスパフォーマンス、はい、そしてハニーズそうですね、ハリーホークも一緒に踊るのダンサーの私は踊りませんと、踊んねえのかはい、はい、その前にインフォメーションインフォメーションお願いします。はい、はい、あの観覧エリアですね、ジュニアチアリーダーズダイヤモンドクラスの保護者の皆様観覧エリア無事開けられましたのでこちら保護者の方のみこちらから見るようにお願いいたします。ピンクのポップが貼ってあると思いますのでそちらのエリアから保護者の方のみ観覧可能になっております。はいよろしくお願いしますねそしてもう一つですね大事な忘れ物の落とし物 あのインフォメーションございまして、ね、堀内真美さんお財布を落としております。お前じゃない、こちらですね、あの絶対にお前ではない。堀内真美さんですか。間違いますよね、はい、堀内真美ではないでしょ、はい、のお財布がちょっと落ちていたということで、インフォメーションの方に届けてありますので、はい、心当たりの方は取りに行ってください。はい、はい、さあそれではこの後はエンジェルスそしてジュニアチアアンドハニーズによります、はい、ダンスパフォーマンスをお届けしたいと思います、はい、それでは参りましょう。お楽しみください。